はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマです。小学校受験、子供の意見、どこまで尊重するです。それでは、西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、これは小学校受験関係ということで、例えば学校選びとかの時に、やっぱり子供が僕はこの学校がいて、主張したりするとか、そういう時に、まあ、それもあるんですけど、小学校受験だけじゃなくて、子どもの意見ね、どこまで尊重するかっていうのはね、本当に子どもの意見を尊重するのは実はね、小学校3年ぐらいかな。もう小学校3年、特にもう高学年になったら、もう絶対子どもの意見って尊重しなきゃいけない。やっぱり何かちゃんと自分で考えがあっての意見なんですね。なんとなくじゃなくて。高学年って言ったら9年、9歳とか10歳っていうことは、もうかなりいろいろな意味で成長もしてきてるし、思春期も一歩手前だし、それでやっぱり子供ってよくいろんなところで言われてるのは、10歳、10歳で決まるって言われてるんですよ、半分。もう人格というかね、だからよくね、私たちの時は全然そんなことしてもらえなかったんですけど、20歳が成人って考えると面白いんです。10歳というのは2分の1成人式ってよくやるんですよ。ありますね。でやっぱりうちも子供たちにはみんな言うんですけれども、はい、10歳までどう生きてきたかっていうことで今後が決まるって、ね、だからやってますね、そうきちんと、いろんなことが善悪も区別がついて、いろんな物事がきちんと考えられるようになったのが10歳。それでその後、まあ、中学受験でもいいし、中学受験をしたいか、それともそのまま例えば私立だったら一貫校であれば中学受験をしたいか、まあね、それでそのまま上に上がりたいか、それをねやっぱり親がそんなね上の学校に上がってもしょうがないんだからね、中学受験しなさい、中学受験しなさい、でもちょっとこうなんていうのかな、弱い子供は親にそう言われるからしょうがない、我慢してやるかみたいな、それで失敗でもしようもんならもうとんでもないことになると親のせいになっちゃう。親のせいになるんですよ。だからうちもちょうど5、6年になった時に、はい、ちょうど5年の初めから私はうちの特に下の子には聞いたんですね。どうするその先って聞いたら、まあそのうちの子なりに考えて、いや僕は先に上に行くと、で中学に一応上がると、でまあ上がったんですよね。まあ5、6年にももう一回確認をした、はい、出るかどうかっつったら、いや僕は中学はここに行くと、でまた3年経ってどうするって聞いたんですよ。そしたら、うん、まあ音楽関係なので、はい、僕は普通の勉強をするよりも音楽をやりたいと、はいはいはい、でもそんなに音楽ばっかりしてる学校にあなたは行きたいのって、行きたいって言うから、うん、あそれだったらね、うん、じゃあどうぞっていう、うん、じゃあ行きましょうっていうことで、まあ音楽の高校受験したんですけれども上に上がらずっていう風にしてきてるから、うん、別に自分の取った道に恨みっこなしなんですよ。やっぱ自分のね選択です、自分が責任を取ればね。だからもうそっからは、子供の意見っていうのは本当に10歳から先は、まあ、そこでね、うんうん、失敗しようが、でもあなたが出たいって言ったでしょっていうふうには、ね、うん、自分で責任を取ることはできるけれども、まあ うん、できる年なんですよ、10歳以降は。だからそこは本当に子供の意見で尊重しないと、まあ、ある程度筋が通ってれば、うん、筋が、そう、もちろん筋が通ってればですけど、うん、でも筋が通るように親がこう仕向けていくっていう、仕向けていかない、仕向けてるようにわからないように仕向けるみたいな難しいんですけどね。そうね、実は見えない意図があったりして、ね、見えない意図があってね、だからこれ中学受験してもらいたいなったら、じゃあもうここはやめて中学受験あなたするからねっていうのは親の意見なんですよ。そうすると子供はひねくれる、うん、なんだよ、本当はそんなこと、でもそんなこと言ってご飯も食べさせないとかね、中学受験しないんだったらもうあんたの面倒は見ないとか言われれば、うんうん、子供は我慢をしますよね。でそこでいやいやながら自分の意見を曲げてやって、失敗したらもう親のせいになる。本当ですよ、うん、俺はその時そんなこと思ってなかったんだって、ね、本当は上に行きたかったんだよ、うん、どうしてくれるってなるのが10歳以降なんですよ、うん、ところが10歳より前、特に、はい、幼児で学校を決める際に、はい、よく言うんですよ、お母さんたちが、はい、うちの子はね、体験で多いんですけどね、うちの子は子供が、
男の子がいる学校がいいっていうので、うんうん、男の子のいる学校しか考えませんとかね、うんうん、これ子供の意見なんですよ、うんうん、まあ大体女の子ばっかりのところに行きたいっていう人少ないんですけども、うんうん、でもそういうふうにこう言うんですね、はい、でも幼児の時って面白いんですけれども、男の子のがいる学校に向いてるか女の子だけとか、または男の子だけの学校に向いてるかどうかっていうのはちょっと我々には分からないんですよ、幼児の場合は。先生にも分からない、うん、そうなんです。だからそんなの子供の意見を聞いて、まあ男の子がいるところがうちの子は向いてる、うちの子はそこへ行きたいって言うからそこしか受けませんって言ったら、実はそういう男女共学には向かないタイプ、うんうんうん、だとすると公立はまた別ですよ。もうそれ共学に行きたいんだったらもうそれしかないんですけど、 それでうまく行って行けばいいんですけれども、実は向かないってことがあるんです。でそれはなんでそういうふうに言うようになったかっていうと、はい、ある年、もうだいぶ昔の年なんですけど、まあすごかったんですよ。もう結構まあ、日本女子大の付属の方面なんてもうバリバリ女子ですよね。はい、そうですね。立教女学院とか、うんうん、でバリバリ女子のところをこう受けてたんですよ。なところがみんな落ちたんですよ。落ちるほどの実力ではなかった、実力はあったんですけど、うん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 、何故かなぜか女子校はダメだ、女子校はダメだったんですよ、はい、結構ショックでね、で結構女子校って早めなので、日程が早めなので早めのうちからもう全滅したんですよ。ああこれはもう私たちは締めなきゃいけないねって。もうでもなんか自分たちでそんなこと言っちゃったらもう親も動揺するからね、頭では思っててもなんだこの結果はって思ったことがあって、それでその後に例えば早稲田とか、それから東邦学園とかがあったんですよ。それでそんなことないわよ、まだなんかチャンスがあるかもしれないわよって言って、それで東邦学園とまあ、早稲田をもちろん受けたんですけど、その落ちた女子校の人たちが、それでどうなったかって言ったら、なんとそちらの方では全部受かって、それで早稲田と東邦学園と両方結構受かったりして、でまあ早稲田行った方結構多かったんですけど、その時はもうびっくりしたんですよ。行った時、私も一時通ったんです、私も一時通、みんな一時通ったわけとか言ってちょっとびっくりしたことがあって、それで東邦学園も合格が出て、その時思いましたね、あこの子たちって女子校に合わないタイプだったんだっていう。それで共学に収まったっていう、共学はダメ、そう共学に収まったっていう年があったんですよね。でそれを私は経験をして、あこういうのはもちろん子どもの意見なんてね、幼稚園の幼稚園で男の子がいるからただ単に男の子がいいと思ってるだけであって、本当にこの子にとってまだ6歳ですから6年間しか育てないわけですから、やっぱり共学に向いてるのか女子として育てた方がいいのかっていう、それってなんか学校の先生たちには見えるみたいなんですよね。だから子供の意見なんて聞いてね、うちの子は男の子がいいから男の子がいいからって、も実はそれに向かなかったら全滅しちゃうっていう、しかも大した根拠なかったですよね。根拠ないですよ大体なんとなく男の子がいいからどうして男の子がいる方がいいのって聞くと、大抵子供は幼稚園に男の子がいるからって、それだけみたいな、男の子がいてどういう良さがあるのみたいな。で不思議とじゃあ女子校で女ばっかりでどうなのってよく言うんですけど、結構方面なんかに入った子なんかは女ばっかりだよねずっとどうなのって言うんですけど、みんなそれぞれに楽しいとか女ばっかりでつまんないって言う人一人もいないんですよ。やっぱり合ってる子が入る、入れてもいただけてるってことなんですね。そうなんだと思うんです。その中で自分の力を出してるっていう、で逆にじゃあ立教小学校なんかに男ばっかりでそこ入ってて、でもう今中学高校に上がる子がいるんですけど、はい、今度8校だか8クラスかなんかなんかになるんですよ。最初3クラスから始まって、そんなに男がいて何とも思わないとか言ったら、別に面白いよって言うんですよね。で小学校の時からそんなに男ばっかりでね、
面白いのって私聞いたことがあるんですけど、うん、だってサングラス全部男ですよね、私なんかちょっと信じられないんですけど、でも子供はすっごい楽しいっつって、で夏休みなんかあると早く学校に行きたいっていう、なかなか面白いなっていう、あのその子は特に女の子に世話されることがあんまり好きじゃなかったんですよね、そういうのもあってなのかわからないんですけれども、やっぱ楽しいっていう、だからで共学に入った子はまた共学に入ったなりに楽しいって言ってるし、だからそれぞれのやっぱりあの入った学校っていうのがね、子どもの意見だけでは決まらないな。そうですね、特に小公受験先生の話聞いてると、本人の意思とか親の意思っていうよりはなんか見えざる手でのご縁みたいなところもあったりするんですかね。最後そうだから、うちの生徒たちはみんな子どもの意見としては、楽しい学校に行きたい、はい、うん、それは尊重しますって楽しい学校見つけようねって今言ってるんですけど、それが男の子がいようが女の子がいよう、そんなことはあの人たちの頭にはないんですよ。ともかく楽しい学校に行くために勉強しようと思ってるみたい。だから尊重するのはもう10歳超えたらもう絶対に子どもの意見っていうのは考えてるのは尊重しなきゃいけないけど、でも特に幼児はね、生まれて6年だったらばやっぱりいろいろ試してみて、子どもの可能性っていうものは子どもの意見では決まらないっていうこと。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では教室からのお知らせです。フレンドリスクールではメールマガジンを配信しております。セミナーの先行情報、由美先生の書き下ろしの記事の配信など月に1回から2回程度行っておりますので、ぜひご登録ください。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。先ほどのメルマガ、そしてこちらの相談会は YouTube の概要欄にリンク載っけてありますので、ぜひご参照ください。体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。YouTube のテーマリクエストも、お待ちしております。教室では引き続き、小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育、家庭での過ごし方など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日も最後までありがとうございました。失礼いたします。